東急7700系電車。東急7700系電車。東急7700系電車は、1987年、昭和62年8月1日に営業運転を開始した東京急行電鉄の通勤系電車。1987年、昭和62年から1991年、平成3年にかけて7000系、初代を改造した車両である。 2018年、平成30年11月に、東京急行電鉄における運用が終了した。本校では、東急から他社に譲渡された車両についても解説する。なお、本校では解説の便宜上、大井町、小丹田,田、玉川、目黒より先頭車の車両番号、会、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として、記述、例。 区派7901以下4両編成イコール7901回、区派7915以下3両編成イコール7915回、する。1962年に登場した7000系は、その後投入された7200系などの車両が1986年度末に、ほとんど冷房化される中、床下に冷房用の電源を設置するスペースがない、ことや、 冷房装置搭載に伴う重量増に台車が対応できないことから冷房化が行われていなかった。また、製造より25年が経ち、電気品、電装品や内装の老朽化、陳腐化が進んでいた。しかし、7000系の車体はステンレス製であるため腐食による痩せがなく、溶接部分が新生児の状態を維持していれば強度が落ちていないことが予想された。 そこで実際に、荷重試験を実施したところ強度が低下していなかったことから、骨組みと外反を残してそれ以外の、台車、電気品、および内装などを総取り返し、その上で、冷房装置を搭載する改造がなされることになった。これが7700系である。2018年時点で、その構え体は50年以上使用し続けられていた。 冷房装置は9000系と同一品だが、規制、カバーの三重段、当時日比谷線の車両限界に対応するため量、剣部を斜めに削った形状とされた。1万キロカロリー、H の分散式で、1両あたり屋根状に3機、搭載されている。これらの重量像を考慮して、車体の横骨や屋根部分に梁が追加された。なお、7千系時代に設置されていた扇風機は、 まだ新しかったため、補助送風機として存置されている。床下機器はほぼ全面的に交換され、モーター、主電動機は、定格出力 60.70kW の、副管性流子電動機から 170kW の3、小交流加護形誘導電動機に、主制御機は抵抗制御から、GTO サイリスタ素子による、VVVF インバータ制御にそれぞれ変更され、 モーターの出力増強に伴い編成構成が全電動車から MT 比1、1、4両編成時となった。ブレーキ方式は当初7000系の改正ブレーキ併用電磁直通空気式が引き継がれたが当初よりメカマ線に投入された7911回以降、東急7700系電車歴史は電気指令式に変更され、HSC 式の編成も後に、 電気指令式とされた。また、ブレーキや空気バネなどに圧縮空気を供給する空気、圧縮機は、当初 HB1500 系と HS20 系の2種類が併用されたが、後にすべて HS20 系に統一された。台車は老朽化が進んでおり、また、戦術の通り冷房装置搭載による重量増、及び手電動機の交換にも対応できないため、バッド車、 パイオニア3型の技術提携による軸バネを省略した一自由形台車の TS-701 から8000系の TS-807 動力台車、および TS-815 付随台車台車と同系の TS-832 動力台車 TS、TS-835 付随台車に交換された。 この時期すでに急0系でボルスタレス台車が採用されていたが、統計式では流用する車体の状態が良く、台枠にも手を加える必要がなかったため、台枠構造に合わせたボルスタ、枕両付き、台車軸バネ式ダイレクトマウント空気バネ台車とした。運転台では操作系を主観制御機とブレーキハンドルが独立のものからワンハンドル式へ変更され、コンソールも一新された。 都平等を大型化して電球から LED に変更。ワイパーは空気式から電動式の大型のものに変更。雨どいの設置。軽的に電子ホーンの追加。側窓は上段加工。下段上昇式からバランサー付けの上段加工。段固定式に変更。1978年から1980年に車体更新が行われた車両を除くなどが行われ。 窓枠部分が目立たなくなるなど、外観の印象も若干変わった。内装では、座席配置は改造前と同様の全席ロングシートだが、座席表地の二色化と袖仕切りの新設が行われ、その他、化粧板と床材をすべて張り替え、室内灯の増設、非常通報装置を紐式から押しボタン式に変更されるなど、急線形に順じたリニューアルが行われた。 混雑率が低い路線のみで使用されることから、ドア分けへの立ち席スペースの確保はなされていない。本系列の改造工事は、東急車両製造へ、公衆輸送しての施行、または、長津田車両工場内の東横車両伝説、現、東急テクノシステムにおいて実施された。当初は7000系と同様に全面も、無塗装だったが、同系列との識別を容易とするために、 第一編成の営業運転開始後に赤帯が入れられた。その後、1988年春からステンレス車全系列に赤帯を入れることになり、7000系にも赤帯が入れられたが、本系列より太い帯として区別された。方向膜は手動巻取り式のままで、当初は白膜だったが、メカマ線転属後しばらくして黒膜に交換された。 この膜は7200系、デア7200を含むと7600系、子供の国線のデハ7057、デハ7052は白膜ままにも波及したが、統計式と7600系はその後のワンマン化改造時に LED 化されることになる。保安装置は東急また ATS 装置とタスクを搭載する。なお、 通常のブレーキは運転士のブレーキ操作が優先であり、定位置停止に対しブレーキの遅れや不足があった場合は、タスックがブレーキを補足する。合わせて設置した情報伝送装置は、地上子の情報を検知して、タスックに伝える機能があり、タスックはこの情報をもとに停止位置、速度を検知して、ブレーキ補足操作を行う。なお、本系列は、 メグロや田園都市線用の ATC 車上装置が搭載されていないため、車輪の転作や全般検査などで、長津田査区へ改装される際には7500系、デア7500型とデア7550系の中間に挟まって改装される。1編成4両を基本として以下のように改造された。 最短デク派7900がタト派波7700系の2両編成での運転が可能となっている。2000年の3両編成会以降、上都車も含めてすべての編成で車両番号の下2桁が揃っている。本系列はメカマ線、当時用として改造されたが、4両編成での使用予定に対して、当時同線の駅ホームは3両分だったため、初期の改造車は、 暫定的に4両編成プラス2両編成の6両編成が組まれ、1987年8月1日から1988年、昭和63年秋までの約1年間、大井町線で使用された。このような編成は7910回までの10本、この時点では連結のため6両編成5本が該当する。なお、当初ブレーキ方式が HSC 式であった。 このグループは、7905から7910回は1990年秋から1991年夏に、7901から7904回は1992年度、初頭より、ハ派式に改修された。種車の7000系には一部ドアガラスが、H ゴム指示の車両が存在し、これらは7700系か後も、H ゴム指示のままで、 7903回の前車と7913回の先頭車が該当していたが、2001年に中間車の廃車発生品であるお最近指示のドアに交換された。判例1989年、平成元年には、メカマ駅ホームの4両編成対応化工事が完了し、大井町線投入分は、打系列に置き換えられる形で同線に転属した。 順次2両編成に対しての中間車造結と7911回から7914回の4本の増備が行われ、4両編成14本計56両の陣用となった。ただし、宇野景気は両端に踏切がありホーム延伸ができず、目黒寄りの1両は締め切り扱いで対応した。このため、統計式をはじめとする、 メカマ線所属編成及び東横線所属の線、NK には自動扉被扱いスイッチ類を備えていた。1994年、平成6年には、1998年、平成10年3月からワンマン運転を実施する池上専用の7200、慶応機械のため、最終3本が中間付随車の左派7950型を、 切り離した三両編成となって動線に転されることとなった。当初は7913回と7914回の2本のみが転属し、7912回は余剰となった佐ハ7950型を活用すべく伝送が行われたデファ7815、佐ハ7962を組み込んだままメカマ線に残留した。 この時にデファ7815は他編成と同じ機器ではなく、東急初のイベット VVVF インバータ装置とシングルアーム式パンタグラフを搭載する実用主権者とされた。7912回が改造入場すると、デファ7815は7902回に移されたが、三編成とも翌1995年、平成7年から運用開始し、 同時に7913回と7914回から抜き取られた、サハ7963.7964の改造も進められた。1996年、平成8年7月には、サハ7963.7964が戦闘者改造と伝送を受け、区派7915、左派7963とで派7715、 左ハ7964として出場した。出ハ7815は、この2両の中間に移され、3両編成となった7912回と、共に、翌8月26日より、池上線で営業運転を開始した。この時点で56両のまま4両編成11本3両、編成4本の陣用となった。 新たに改造された7915回の構成は以下の通りである。この編成のパンタグラフ搭載位置は多編成が大井町、小典田、目黒寄りの車橋であるのに対し、蒲田寄りの車橋となっている。既存の冷房機器の間に割り込むように設置されているため配管などの配置も異なっている。7715号のインバータ装置は3群で構成し、 通常は2軍を VVVF インバータとして、1軍を静止系インバータ149馬出力として使用するデュアルモード方式採用し、故障時の上長化を図っている。この編成のみ車体側面端部に転落防止板を装備していたが、池上線と東急玉川線の各駅にホームセンサーと柵が完備されたことから後に撤去されている。2000年、 平成12年8月6日のメカマ線の東西分断に伴い、本系列の運転区間は南側の東急玉川線内に縮小された。3本が余剰となり、残った編成もすべて七千7950型が抜かれて3両に短縮された。余剰車は3本分の先頭車6両が2年間の留置の後に、とわだ観光電鉄に譲渡された以外べて廃車、解体され、 初の廃車が発生するとともにサハ7950型が形式消滅した。サハ7950型に搭載されていた CP はデハ7800型へ移設されている。2007年、平成19年度より東急では新型車両7000系2台の導入を開始した。これにより、7915回は2010年、平成22年7月に旧車となり、 同年8月9日に、長津田建尺へ改装、同年9月21日付で、廃車、解体処分となった。2007年、平成19年11月現在、東急に3両編成12本36両、戸和田観光電鉄に2両編成3本6両が、在籍していた。2011年、平成23年旅は、7913回が、 同年7月に廃車され、8月に解体処分された。当初計画では、2011年度までに、池上線を呼び、東急玉川線に所属する3両編成28本、線形13本、7600系3本、7700系12本中19本が、7000系2台に置き換えられる予定であったが、計画が変更されて、増備を一旦中止したため、 同系の2011年度末時点の在籍数は予定増備数を下回る3両編成7本に止まった。計画を変更した理由は本系列の増備の途上で日比谷線との相互直通運転終了に伴い東横線用の線形に余剰が発生したことからその線形を活用するため2014年度以降の7線形2台の増備は一旦中止となり 線形を改造した線形1500番台の導入によって行われた。線形1500番台の営業運転開始により、2014年、平成26年4月に7908回が営業運転を離脱し、搬出されている。同年5月には7910回、2015年、平成27年3月には7907回。 同年6月には7902回が営業運転を離脱し、長津田車両工場へ改装された。このうち、デハ7702の前頭部が、西武新 2000K 区派2098、京9 800型デハ812から6とともに、富士久しビル東五号館、丸善池袋店に保存されている。2015年、 平成27年9月現在では3両編成6本18両が池上線、玉川線、雪が谷県尺に在籍した。全車がワンワン運転対応改造を受けており、池上線と東急玉川線で両線用の線形や7線形全編成と共通運用されていた。上記の置き換え計画の変更に関連して本系列の一部は継続して使用することに、 変更したが、その後本系列の老朽化の進行と線形の改造主社が底をついたことから、7線系2台の製造を再開することとなり、2017年、平成29年に2編成を増備、2018年、平成30年に6編成を投入し、本系列の全編成を置き換えることになった。全6編成18両のうち15両が、 養老鉄道に譲渡されることが2018年平成30年8月22日に発表された。2018年11月24日、最後の1編成となった7901回がさよなら運転を行い、すべての編成が東急から姿を消すこととなった。上記の経緯により、東急では同一形式内で大きく分けて3形態が存在する。 前期したが、2000年以降全編成がワンマン運転に対応しており、運転台にワンマン機器、車上 ITV、ホーム監視モニター、自動放送装置が設置されている。また、車掌スイッチは電気接点式の押しボタン式化や車外スピーカーの設置、タスク、情報伝送装置を設置した。また、全面貫通扉と運転室と客室の仕切りが交換され、 搭載機器の増加もあって、以前より運転室面積を拡大されている。また、車内非常通報装置を対話式に変更して3台に増設。同年から2002年に交通バリアフリー法に対応するために全編成のデハ7800系の座席が一部撤去され、その部分に車椅子スペースが設置された。メカマ線投入後、 2000年の路線分断まで同線で4両編成を組んでいたグループで先頭車の前面に細い赤帯が入っている。7904回7909回7911回は路線分断時に運用離脱し、残る8本が左派7950系の抜き取りと7912回の7915回と同等のワンマン運転対応改造が行われて現存している。 前面の行き先表示器は7912回以降に合わせて LED 式に変更されたが、その後も車体装飾の変更や側面行き先表示器の追加などは行われていない。7910回の種車は7000系で最初に、落成、製造は1961年12月、入籍は1962年1月下第一、編成であり、 構えからだは2012年当時の東急の鉄道車両の中では最も経年が古かった。なお、同編成は2012年4月16日より、池上線開業90周年を記念して、全面の赤帯を撤去して、クラシックスタイルとして運用されていたが、同編成は2014年5月に運用を離脱し、このうち、手波7810特波7910は、 先に搬出されたが、デハ7710は、同年9月に、長津田車両工場で開催された、東急電車祭り2014イ長津田で7600系、デハ7662やデア7290と、共に展示された後に出されている。7910回の廃車により、東急の鉄道車両の中での最古産は7903回となった。 同編成の種社は1963年10月に落成入籍した7023回で2016年時点で車例は53年に達する7903回は玉川アートラインプロジェクトアートウィーク2007の一環として2007年平成19年11月3日から同年11月30日まで全面貫通扉にシンボルマークが それ以外に虹の7色の縦1本の線がラッピングされたレインボートレーンとしてラッシュ人以外は基本的に東急玉川線内で限定運用されていた池上線のワンマン化に備えて1995年から1996年に目カ線から池上線に転用されたグループで連続の際に蒸気のワンマン運転改造が施行され また編成との区別のために前面が中央が黒。そのように L 字型の赤帯、側面がドア以外の低い位置に太めの赤帯という塗装に変更された。同時に幕式だっ機先表示器が LED 化され、側面にも一両あたり片側に一箇所ずつ追加で設置され、サボウケが撤去された。2011年にホロ取り付け。 ボルトが残存していた7913階が廃車、後に解体処分された。2018年7月に7914階が、2018年9月に7912階が、それぞれ養老鉄道へ譲渡されて、歌舞伎塗装は東急から消滅となった。1996年に7912階から7914階から抜かれた。 サハ7950計算量を組み合わせて、組成された編成で、前期したように中間車の未改造が1年早い。機器類が他の14本と異なり、制御装置の素子にはリベットを採用している。その他戦闘車の前面や運転台、客室仕切り部形状は線形に準じており、部品が共通化されている。 三両編成完成時にワンマン運転対応設備と側面体が装備され、池上線に投入された。当初は車両間に転落防止ホロが設置されていたが、その後撤去されている。また、運転台右端に列車情報モニター装置ディスプレイが設置されていたが、これもその後撤去されている。試験者のためか故障が頻発していた。2010年9月廃車。 2002年に余剰となっていた7904回7909回7911回の両戦闘車6両が同じく余剰となっていた7200系2両と共に青森県の東亜田観光電鉄に譲渡された VVVF インバータ制御車の他社譲渡はこれが日本初である形式称号は7700系のまま出波の故障がもはに 車両番号の末尾2桁が若い順に01から03に振り直されている。外観は、側面のコーポレートマークの交換、連結面に転落防止ホロの設置や、全面貫通あたり板の撤去を行った程度だが、入線に際して、自動放送装置などのワンマン運転対応設備と、運賃箱、整理券発行機運賃表示機、車内監視カメラ、非常通報装置が新設された。 なお、車内の吊り革には、東急グループの東急百貨店と文化村の広告が残っている。同時に、座席モケットが新品に交換され、交通バリアフリー法に対応して、編成から外された車椅子スペース設置者の出派7800型に、代わって区派7900系の一部座席を撤去した上で、車椅子スペースが置けされている。また、 オールステンレス車体、VVVF インバータ制御、SIV、平行カルダン駆動、ワンハンドルマスコンかつ電気指令式ブレーキ、冷房装置、車椅子スペースは重鉄としては本系列が、初の導入となった。戸和田観光電鉄線の廃止に伴い、2012年、平成24年3月末をもって、運用を終了し廃車された。 同線で運行している元金鉄600系電車の地漢へのため、東急での運用終了に先立つ2018年8月に、一般社団法人用路線管理機構への譲渡と2019年2月以降に運用開始予定であることが発表された。譲渡される編成は2両編成と3両編成3本ずつの、計15両である。車体は製造から50年以上経過しているが、 台車や電気系統などは、比較的経年が浅いため、今後30年間、累計80年程度の使用が見込まれている。改造は、近鉄塩浜研修車庫で行われる。外観については、養老鉄道オリジナルの緑帯の他に、緑歌舞伎、東急時代の赤帯、赤歌舞伎の、軽音種類が用意される。t 級編成都市、形式称号は、 熊田はもに変更されたが車番は、東急時代のものを踏襲している。内装は、先頭車両に運賃箱とデジタル表示の運賃、表示板、各編成1両に車椅子スペースを設置。シートモケットには標端柄を採用、優先席は青、その他は緑。3両編成は、中間車に転換クロスシートを8席設置する、伊豆急行8000系電車と同様、 片側にロングシートを残し、クロスシートはもう片側のみ設置。2019年4月27日から3両編成が営業運転を開始した。これは平成最後の神経式車両の営業運転開始時期となった平成最後の神経式車両の営業運転開始は、純然たる心臓に限定すれば、総鉄12000系電車となる。2両編成も、 同年7月から営業運転に入る予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。